朝身長でキープする方法って実はあります。ミクロの視点じゃなくてマクロの視点からね、物事を伝えるとより一層いいと思います。身長ビヨン医師学科科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長正しい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのはね、もう大人気シリーズ、そしてお久しぶりですということで、身長先生期から47番目ということで、前回の動画がですね、年末に無料最終身長測の方ね、久しぶりにやらせてもらって、皆さんもね、見ていただいた通りなんですけど、地獄ね、私からすると地獄ってことで、皆さんからするとね、答えてもらって嬉しかったかもしれません。ただ地獄のような生活が待っててですね、本当に辛いという風にね、推定してやったんですけど、地獄の中の地獄ってところで、二度とやらないという風に言いたいんだけど、また必ずね、いつかやろうと思いますので、ぜひね、また次回の楽しみにしてくださいということで、まあ久しぶりにね、身長先生に聞けのシリーズですね、皆さんの身長に関する疑問をね、答えていくようなシリーズをさせていただきたいと思いますということで、前回ね、46番目かなのですね、コメント欄の方からピックアップして答えていきたいと思います。よろしいでしょうかということで、タイトルもありましたけどね、早熟 VS 晩熟ってことで、どちらが身長が高くなるでしょうかってことで、実際の2人のね、これを見ながらですね、どれぐらい差があるのかね、少し見ていきたいと思います。準備よろしいでしょうかってことで、ミオ1130さんですね、いつも動画を見て勉強しています。友達とどちらが最終的に大きくなるのか、もしよろしければ身長予測お願いしますと。また何年晩熟というような場合、例えば15歳から思春期症状が出始めた子と、平均的な年齢で思春期症状が出始めた子では、思春期症状が出始めた年齢から同じような伸び率を望めるのでしょうか。単純に伸び始める年齢を一緒にずれるだけなのか、新規症状の出始め年齢によって伸び幅が違うのか教えてください。まず1個目の質問に関して、そこから見ていきましょうね。 A さんと B さん、どちらが大きくなるか一緒に見ていきましょう。 A さんの方が13歳0ヶ月166センチ。遺伝身長の方が177センチ。お父さんの身長足すお母さんの身長足す13割にですよね。で、新規症状は12歳9ヶ月から陰毛ということですよね。これね、決して早いわけではなくて、平均がやや遅めの印象って表現でしょうか。7歳児からですね、127センチ。で、そこからまあ大体プラス 1.5SD ぐらいで推移してると。10から11歳ぐらいで少し停滞し 1.0SD、 そして11歳半152センチ、12歳半 159.5センチ、そして13歳で0ヶ月166センチということ で、こちらね、成長シートの方で皆さん欲しい方いらっしゃいましたら、ね、成長シート希望というふうに LINE の方に送っていただくと無料で配布しております。簡単にですね、身長の方が予測できるような形になります。今回に関して、今回13歳と0ヶ月で166センチということで、じゃあこのお子さんがね、最終的に平均的に伸びていくとどうかなって見て、このね、成長シート使っていくと真下に戻すわけですから、178.8センチってところになります。それに対して他の情報を加味していくわけですね。最終身長を予測するときは、現在の身長、そして過去の身長、レントゲン検査、思春期症状、そして遺伝身長、そして採血の検査ですね。こういったところを見ていくようなわけなんですけども、今回採血のデータはないわけですから、その他の情報を見ていきましょう。今日の身長ですね、昔の身長どうかなというふうに見てみると、7歳0ヶ月のときは、ね、127センチということで 1.5SD ということで高いんですね。 1.5SD ってのはそのまま181センチになるペースだそうです。ここがやや落ち込んで、そしてまだ挽回してくるというところで、超いわゆる典型的な晩熟タイプっていうところで、晩熟で間違いありませんっていうことがここから分かります。診察であればですね、ここにレントゲン検査を付加して、さらに晩熟であることを確定していく、採血検査を行って晩熟であることを確定していく、レントゲンでは骨の年齢を見ていくわけですよね。採血で ALP ですよね、骨の代謝を見ていくわけになります。ただ今回そのデータがないわけで、思春期症状を見ていくと、12歳9ヶ月で陰毛が生えてれば晩熟傾向っていいんじゃないかなと思います。例えばね、これがね、12歳0ヶ月未満で陰毛が生えてくるってなってくると、やや早い。11歳6ヶ月未満で陰毛が生えてくるってなってくると、かなり早熟というような表現が、ね、できるかなというふうに思うんですけど、総合的に見ては晩熟でしょうという表現になるので、このお子さんに関して言うと、平均的な伸び率が 178.8 になるので、それも高くなるでしょうということで、180以上が、ね、期待値になってくるかなと思います。暫定的ですけども、180から183とか、そういったところが予測値としては正しいんじゃないでしょうか。どうでしょうか。次ね、 B さんの方を見ていきたいと思います。で、 B さん男子、13歳0ヶ月146センチということで、20センチも差があるということですね。で、遺伝身長の方が 179.5 センチ、新規症状は全くなしということですね。7歳の時113センチということで、そのまま平均的に伸びていくと 163.8 から 164.5 ね、こちらもね、成長シート使ったらよくわかると思います。で、それ以降ずっとマイナス 1.25SD ぐらいで推移していって、10歳半で 132.3、 そして12歳半で 143センチっていうところになります。現在が146っていうところですね。じゃあこの方がどうなのかっていうところを見ると、最終身長を予測するときは、現在の身長、過去の身長、レントゲン検査、思春期症状、遺伝身長、そして採血の検査、今回の採血の検査とレントゲンがない、その他の情報を見ていきましょうと。今回に関して言うと、現在の身長146センチなので、まずここが一番大事になります。今ね、お伝えした6つの項目ね、現在の身長、過去の身長という、いろいろお伝えしたと思うんだけど、最終身長を予測する上において最も重要な要素なんですかというふうに言われれば、私は現在の身長だというふうに答えてます。なぜならば、それがまず軸になるか、それをもって平均的な期待値を出して、それに対して期待値よりも
も上振れするのか下振れするのか、そういったところを検討していくようなのが私は妥当と考えてます。この子に関して13歳0ヶ月146センチなんで、まずここが大きなデータになります。この子が最終的に平均的に伸びていくと成長シートね、無料で皆さんに配布してますよね、それの方で見てみると 163.8 なんで、それをまず基準にするわけですね。それに対してじゃあ過去の身長どうなのって見ていくと、この子に関して過去の身長も実はほとんど平均的に伸びているってことが分かります。これがそこで右側に大きくシフトするとか左側に大きくシフトするというよりは、どちらかというとまとまりのいい真下の方に降りていく、真下に降りているっていうのは平均的な伸び率を意味しますので、この子に関して言うと成長シートからはむしろね平均的な伸び率が期待できる、つまり最初にお伝えした 163.8 の方向に向かっているってところになります。それに対してその情報だけじゃない、他の情報も加味していくわけで、例えばこのお子さんで言うと新規症状が全く出てない、13歳0ヶ月で全く出てないのであれば1年以上の晩熟が期待できるような形になります。今回13歳と0ヶ月だけです。12歳と0ヶ月、仮に1年分フルで晩熟だというふうに仮定しましょう。そのお子さんが146だとすると 168.5 から 169.1 というところになりますね、まあ、そういった意味からするとそれぐらいを上振れする可能性はある。例えばですけど晩熟の程度のマックス晩熟のお子さんと大体2年ぐらい晩熟になりますので、11歳0ヶ月で146センチの方はどうかなって見ていきましょう。 174.5 とか 175.4 とかそういったような感じですね。このお子さんに関しては1年分晩熟であれば168ぐらいだったらもしかしたらいけるかも、2年晩熟であれば175ぐらいまでいけるだろうっていうところがこのデータから分かるような形になります。今回に関して A さんと B さんっていうところでデータがあるんだけども、どっちの方が高くなるかというと、もう一回振り返ると A さんの方は予測身長が 180.3 から 183.3、 それに対して B さんの方に関して言うと1年晩熟であれば168ぐらいだといけるかも、2年晩熟であれば175ぐらいが理論上の最大値という表現になります。これあくまでも理論上の最大値は、ね、正直言うとそこまでいく可能性は非常に低いと思いますので、どれだけ高く見積もっても今のデータからいくと最高で170センチぐらいかなというのが私の感想になりますので、今回に関しての身長がズバリ高くなるのは A さんというところで間違いないと思います。皆さんに、ね、ぜひ覚えていただきたいのはね、遺伝身長が高いからといって必ず高くなるわけではなくて、遺伝身長が高くてもそのお子さんの身長が低い場合は注意をしながら様子を見ていくといいと思いますので、こういったね方に関してはぜひ私の方で、ね、診察を受けていただいて、レントゲンや採血の結果そういったところを見てしっかりと予測を立て直していく、場合によって先頭さんや、ね、お母さんの遺伝身長に、ね、近づけてあげるような何か策略を立てるというのも選択肢としては正しいのではないかと思いますけど、いかがでしょうか。じゃあ次ね、他のね質問にも答えていきたいと思います。皆さんもね質問がある方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄の方に記載してお願いします。ちょっとね私も疲れておりますけどね、もう全身全霊で答えていきたいと思います。ぜひ皆さんのね身長に関する疑問をお書きください。2を1133の2つ目の質問ですね。何年晩熟っていう場合に、晩熟の出始めるタイミングによって身長の密度が変わるかって思うんだけど、当然変わると思います。極端ですけども、20歳まで思春期がね全く来なかった人が最初身長がすごく高くなるかというと、基本的には晩熟であればあればあるほど高くなるというふうに説明になるんだけども、晩熟でも遅すぎる晩熟は少し良くないのかなっていうところで、やっぱりある程度適正値なところで晩熟が来るっていうのが望ましい。競馬でもですね、後ろから追い上げるタイプの馬もいると思うんだけど、先頭の人がゴールしてからですね、追い上げても遅いようにです、ね、適切な時期というのは存在すると思います。それでね2番目の質問を答えていきたいと思います。ということで2番目は醤油の瓶が筆箱ということで、独特な方からご質問いただきました。質問です。新規症状が平均タイミングで晩熟になることってありますか。これめちゃくちゃいい質問ですね。新規症状の判定はおっしゃっていただいたように、原則的にどれくらいのタイミングで始まるかってところが一番重要視します。なので新規症状の始まりが最も重要な項目なんだけども、その後の挙動に関して確かに違う可能性があります。具体的に言うと、始まってもその後男性ホルモンがあんまり出ないタイプとバッコバコに出るタイプ、女性の方がそういったのは顕著なんですけど、いわゆる、ね、思春期症状として初潮が始まってもその後、ね、初潮が定期的に来る子もいればなかなか来ない子もいるわけで、そういった子は当然後々のデータも異なるような形になりますので、厳密に言うと異なるでしょうという表現になると思うので、スタートがね平均的だったら晩熟っていう風なことは今後あり得ると思います。ただし最も重要な項目に関しては思春期が始まった時期であるということをぜひね皆さん覚えてください。次3番、わわわさん質問です。声変わりした後は7センチ伸びるとよく聞きますが、声変わりが1ヶ月終わった自分と数ヶ月だらだら続いている人とでこの後身長伸びに違いはありますかね。7センチで声変わりが始まった時ですか終わった時ですか。ちなみに自分は声変わりしか10センチ伸びています。どうでしょうね、こういった質問あるあるね、声変わりをした後は7センチ伸びるよく聞きますってね、誰が言ってるんでしょうかということで、私は正直で聞いたことないです。そもそも7センチってのはね、どれだけの期間を指して言ってるんでしょうか。1年間で7センチっていうのは、まあ、あるあるかもしれないけどね、声変わりというのは比較的ですね、新規症状で言うと初期症状というところになりますので、そういったところに出た時の症状なんで、ピークの向かう前半で7センチが伸びたっていう意味だと思うんだけど、まずそもそもこれが正しいのかどうかっていうのは怪しい。で、先ほどね、筆箱が醤油瓶さんのお話でもさせてもらったと思うんだけど、声変わりが1ヶ月で終わるっていうのは、つまり男性ホルモンの検出ボリュームが比較的多いタイプで、だらだら進むっていうのはおそらく、ね、そういった検出ボリュームが少ないタイプってところになりますので、どちらかというと検出ボリュームはだらだら行く人の方が最終身長高くなるのかなという印
象になります。ただこれはね、明確なデータがあるわけではなくて、それは私はどっちかというと印象、エビデンスはないんだけど、まあ、そういった印象かなっていう説明になってくると思います。あんまり、ね、気にしすぎないでいただいてもいいんじゃないでしょうか。次ね、タケシさんってことで、肉のどの部位を食べれば身長伸びますかってことで、こういう質問ね、あるあるってことですね。皆さんね、その肉の部位にこだわりがあるんでしょうかってことで、まずね、一番大事になってくるのは、どれだけの1日の総量のタンパク質を摂取するかってことが大事になってくるので、まずそれを守りましょうと。例えば私が仮にヒレ肉がいいというふうにお伝えしましょうか。だとしてもね、ヒレ肉を 5g しか食べないのであれば、サーロインをね 200g 食べた方が絶対いい。そういうふうにして、まず絶対ボリュームっていうのは存在する。その中でどの部位がいいってことね。タンパク質に関して過去にもね、動画の方出してますよね。105個の国の生活習慣を見た論文ね、そういったのを見てみると、カンボジアとアメリカではタンパク質の摂取が2倍も異なって、身長差15センチ以上ということで、タンパク質の摂取は非常に重要だと。その中でも日本人の平均身長70年間で10センチ改善しているのは、動物性のタンパク質摂取が増えてる、でそういったデータもあるわけですね。まあ、そういったのも肉は当然重要だってことなんで、その先にね、どの部位があるかというところで、かなりハイレベル中のハイレベルということで、正直言うとそこまで気にしなくていいというのが私の結論になってくると思います。それよりも前にタンパク質を何グラム摂取しているかとか、そういったところをぜひ気をつけていただけるといいかなと。ただまあ、その中でもまあ、どの部位というふうに言われれば、ヒレ肉とか油分が少なくてタンパク質が豊富な部位が当然ね良くて、豚バラとか油ぎっしゅなところは避けていただいた方がより一層いいでしょうって説明になると思います。それよりもまずはタンパク質の総量をしっかりとっていくってところをぜひねご参考いただくといいんじゃないでしょうか。次、ドッグバンさんってことで、質問です。身長伸ばすのに炭水化物は必要ですか？ズバリ必要ですってことで、炭水化物も当然必要だと思います。炭水化物ってのは糖質の塊なので、少しネガティブイメージもある方も多いかもしれないんだけど、エネルギーになっていきますので、ぜひ摂取されていただくといいと思います。ただし何が問題点かっていうと、体重が増えすぎると問題点になりますね。体重をコントロールしながらぜひねタンパク質摂取されていただくといいんじゃないでしょうか。あとはね、過去の論文でお伝えしています、タンパク質と炭水化物の比率が大事なんだよってことでね、主食一皿に対しておかずは2皿程度ね、タンパク質を含むものを食べた方がいいというふうに言われてますので、主食の比率は下がった方がいい。ただしタンパク質は必要は必要ですので、そこねご注意ください。次、ウニのお寿司さんと、朝身長1日キープする方法ってありますかと、ね、これもね超いい質問だと思います。まずね、皆さんと共有していきましょう。朝と夕方どっちが身長高いでしょうか？ズバリね、朝の方が身長は高いんですね。朝の方が約1センチから3センチでね高いなんていう論文も出てます。子供であれば1センチか2センチぐらいでしょうかね。少なくとも1センチぐらい差がある、そういうふうに覚えていただくといいんじゃないでしょうか。つまり朝の身長をキープしていくってことはね、最大身長を記録更新していくってことになりますので、私としてはねぜひしていただくといいという表現になります。その中で朝身長でキープする方法って実はありますってことで、一番ね明確な答えとしてはね、寝続けるってことで、1日横になってるとある意味朝身長をキープできた。ただしね、1日寝てばっかりって、ね、それは健康に良くないので現実的にはないというところになります。しっかりと、ね、朝ね伸びをしていただいて、最大身長を記録していくってところをやっていただいて、変に重たいものをね持ち続けるとか、そういったことを避けましょうとか、そういった説明が正しいかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。あとね、これはね明確なデータがあるわけではないんだけども、側腕症の子っていうのは朝と夕方の身長の身長差が特に高い気がします。側腕症がある方に関して側腕症の治療を、ね、進めていくっていうのも大事だなというふうに最近すごく感じています。私のクリニックでもね、少しずつ、ね、側腕症に対する取り組みを始めているのも事実になります。どんどんレベルアップしていきますよ。次、こんにちはわさん、こんばんは、先生質問です。14歳頃膝が痛い時期があって、その年は10センチぐらい伸びたことがあって、また今年17歳になって膝が痛くなることがたまに起こるようになってきました。これは身長伸びる予兆と捉えていいんでしょうか？自分は春季症状が陰毛が14歳6ヶ月、脇毛が17歳になって生えてきました。多分万熟ですですね。いい質問だと思いますね。さすがです。これに関して言うと、予兆という言は難しいと思うんだけど、このお子さんに関して言うとね、すごく万熟ですので、17歳からでも、ね、身長伸びることが期待できるかもしれません。ただ一般的には2回ね膝が痛くなるってことは成長痛という表現であまり考えにくくて、他の要素で膝が痛いのかなっていうような気がするけど、この人に関して言うと伸びる可能性はまだあると思います。次、モックモケさんってことで、質問です。両親が早熟だと子供も早熟の場合が多いのでしょうか？父も母も小学生時代から170弱あり、姉も同じぐらい比較的早熟だと思います。ただ下の弟は10歳ちょうど150歳成長が遅いように感じますってことですね。で、早熟とか晩熟が遺伝するかって質問ですよね。これね、あるデータによれば遺伝しないというようなデータもあるんだけど、私は基本的に遺伝するというふうに思っています。例えばご兄弟で受診される方も当然いらっしゃるわけですけど、ご兄弟とかで成長シートをつけていくと全く同じようなカーブを描く、そういったことは何度も見ておりますので、そういったところを踏まえて遺伝していく、まあ、そういったところから最終的な遺伝身長がある程度収束していく、そういったことがお伝えできるのではないかなというふうに考えていますので、遺伝するというふうに私は考えてもいいと思います。次、 KM さんということで、水泳とランニングではどちらの方が身長伸ばすのに作用が大きいですかということで、こちらもね、さっきのね、どの肉の部位を食べればいいかという質問少し似てますよね。まず運動することが大事、水泳だろうがランニングだろうが、まず運動することが大事。その中で次に大事なのは時間ですよね。30分より60分、60分より120分の方が成長ホルモン分泌量が多くなるわけですから、まず時間を保ちましょう。
ましょうと。例えばですけども、ランニングよりもね、水泳の方が長くできる方であれば水泳の方が向いてるでしょうという表現ですし、逆もしかりですよね。なので時間が確保できる、もしくはなんだけども、水泳とランニング組み合わせる方が運動ボリュームが上がる。まあね、皆さん飽きますよね、同じことばっかりやってるとね。そういった意味で組み合わせる方がベストアンサーという表現だと思うんだけど、どちらの方がいいかというふうに言われれば、個人的には水泳かなというふうに思っています。ランニングとかね、どうしても上下運動が大きくて重力負荷が多くて椎間板の負荷とか多いので、朝身長でキープするという概念化すると少し弱いのかなというところで、まあ、どちらかと言われれば水泳の方がおすすめになってきます。ただしランニングもね、いいと思いますので、ぜひ皆さんされてください。ミクロの視点じゃなくてマクロの視点からね、物事を捉えるとよりいいと思います。それで最後の質問ですけど、深さんですね、質問です。手が大きくなれば身長が伸びるということはありますかという、これもね、よくある質問ですね。手が大きい子の方が最初身長が高いかって質問ですね。これに関して基本的にはそういったような期待は少ししてもいいと思う。なのでそういったことを言えると思う。ただしね、手も骨端性があるので、手の骨端性が閉じたら最初身長が伸びないので、そういったのはやっぱり手が大きくなっていくっていうのはね、今まさに大きくなってるでしょうという表現がね、できるかなというふうに思います。ということで今日はね、10人の質問に答えていきました。結構ボリューミーだったと思います。すごく参考になったんじゃないでしょうか。これからもね、身長に関することね、全身全霊で配信していきたいと思います。身長伸ばしてる人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。身長ビヨーン。